こんにちは、ココアです。今日はまたまたフェンディでの購入品を紹介していきたいと思います。はい、ということで今年の夏とか春夏のものをめちゃくちゃフェンディで今年はね、購入をしているんですけど、ちなみにこれは去年購入したフェンディで買ったものになるんですけど、もう今回はね、今年に入ってからたくさんフェンディ購入品紹介をアップしたかなと思うんですけど、今回もやっていこうと思います。すごくね、可愛いものになっているので、最後までご覧ください。で、もしね、前回のフェンディでの購入品紹介の動画を見ていないっていう方がいたら、そちらの動画もぜひ見てみてください。で、今回は前に買った時に、ちょっと気になっていたものがあって、追加で購入をしたっていう感じなんですけど、そちらを紹介していきます。ということで、この動画が気になったという方で、チャンネル登録まだ済んでいないという方は、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録、そしてグッドボタンの方を押してから見ていってください。ということで、早速やっていきましょう。では、スタート！はい、ということで、やっていきます。まずね、もう早速、今回購入してきたものを紹介するんですけど、それが、じゃーん！はい、こちらです。じゃーん。こんな感じのプリーツスカートを購入しました。めっちゃ可愛い。こんな感じでね。なんか、プリーツスカートは何にでも合わせられるのでいいかなって思って、これを買いました。なので、今年の夏とか、秋とか春とかまで全然たくさん履けるので、たくさん履きたいなと思っています。で、こんな感じで、なんか、プリーツスカートが欲しかった。ですけど、結構プチプラとかだと長く着れないかなって思ってハイブランドで探していて、ですごく合わせやすそうなね、白があったので、もうめちゃくちゃ可愛くてこれを買いました。めっちゃ嬉しいです。やっとプリーツスカート買いました。こんな感じでね、なんか素材はこういうジャージ素材みたいな、スウェット素材みたいな感じで、結構夏っぽいような素材になってて、透け感はちょっとあるんですけど、まあ、中に何か履いたら全然履けるかなって思います。で、全体的に無地で白なので、本当にいろんな服に合わせやすいかなって思います。で、ここがね、ゴム、ウエストの部分ゴムになっていて、普通にこういうプリーツスカートで、そんな、このプリーツの部分は狭めではない、広めのプリーツって感じになっています。こんな感じで結構ミニの丈になっていて、上 T シャツで合わせたりとか、スウェットで合わせたりとか、いろいろ着たいなって考えています。でね、この部分はすごくシンプルで、無地っていう感じなので、そんなフェンディ感ないかなって思うんですけど、この部分、ウエストゴムなんですけど、この部分に FF 柄がついていて、で、ここがね、フェンディらしいところかなって思います。で、私が着るときは、ちょっと今回実際に着てみたりとかはしないんですけど、この上に T シャツインしてきたりとか、あとはちょっと隠れちゃうんですけど、普通にプリーツスカートが見える、ちょっと見えるぐらいな感じの着方で、スウェットとかと合わせても着たいなって思ってて、いろんな着方をしたいと思っています。で、このウエストの部分が、なんか見せてあげるとすごくインして着ると可愛いかなって思うんですけど、春先とかはスウェットとかで合わせたいなって考えています。で、この部分が今年のフェンディの、なんか私も持ってるんですけど、スウェットのこういう柄ですごくカラフルなところと、あとピンクとこの柄の色がすごく可愛いって思っています。なんかフェンディ要素はここだけっていう感じなんですけど、本当にね、たくさん使えるのでいいかなって思います。で、後ろはこんな感じです。はい、こんな感じ。プリーツスカートは持っておくと本当に使えるのでいいかなと思います。で、タグはこういう感じになっています。なんか素材も伸縮性が結構あるので、着やすそうだし、夏に涼しく着られるんじゃないかなと思います。で、これの私が合わせたいなって思っている、スカートに合わせたいなって思っているものなんですけど、この前回フェンディで購入したこの柄、そう、これと同じシリーズのスカートって感じで、ちなみにこれは T シャツもあったんですけど、私はスウェットを購入して、これと合わせたら、めちゃくちゃね、なんか色とかも合っているし、こんな感じで、これは普通にインせずに着たいなって思って、こういう合わせ方、オールホワイトでめっちゃ可愛くて、春っぽい感じですごく可愛いなって思っているので、こんな感じで合わせたいなって思っているのと、これだったらなんかフェンディロゴがついているので、フェンディらしいかなってこう上下できると思います。で、そう、このスウェットを買った時にこのパンツと一緒に買ったんですけど、同じ柄のパンツで裾にこれは FF 柄がついているって感じのものになってます。もうね、よかったら公認品紹介を見てみてください。で、まず1パターン目こんな感じで着たいなって思ってるんですけど、あとは T シャツをこういう、これグッチの T シャツなんですけど、インして着て、ここを見せてあげて、結構スポーティーな感じで着たりしても可愛いし、夏はねこんな感じの着方でいいかなって思うんですけど、あとはこれはちょっと別の去年購入したフェンディのオーバーサイズなパーカーなんですけど、この裾の部分を少し見せてあげるっていう着方、結構これオーバーサイズでワンピースっぽく着られるんですけど、こんな感じでね合わせて着ても可愛いかなって思っています。結構最近スウェットをよく着ているので、こんな感じで着たりとか、あとはちょっとショート丈のスウェットなんですけど、ダボっとしてるけどショート丈のスウェットに合わせてあげたりとかでも可愛いかなって思っていて、本当にねいろんな着方ができるんじゃないかなって思っていて、今から楽しみだなって感じです。はい、ということで今回の購入品はこんな感じのフェンディのスカート、こんな感じでね紹介動画は以上になります。はい、ということで、今回の購入品紹介はこれで以上になるんですけど、ちょっとね、もう一点別で頼んでいるものがあって、で、それを紹介したいんですけど、今回これで購入品は以上っていう感じなんですけど、そのもう一点届いているものが届き次第、また購入品紹介で紹介したいなって思っているので、ぜひね、そちらの動画も楽しみにしていてください。はい、ということで、フェンディでの購入品最近多めなんですけど、こんな感じで動画は終わりたいと思います。はい、ということで今回はまたまたフェンディでお買い物してきたということで、購入品紹介をやりました。今回の購入品はこんな感じなんですけど、もうそろそろ春夏のお洋服はこれぐらいかなって思っていて、秋冬のお洋服とかも入ってくると思うので、そういうものも買っていきたいなって思っています。ということで今回の購入品はこんな感じでした。このね、洋服もめちゃくちゃ可愛くて、プリーツスカートずっと欲しかったので、いいものが買えたので良かったかなと思います。これからたくさん着たいと思います。ということで、この動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。ぜひまた次回のハイブランド購入品紹介の方も楽しみにしていてください。最近はいろいろお買い物しているので、また購入品紹介続くと思うんですけど、そちらの動画も D ホールとかでも買っているので、楽しみにしていてください。ということで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。私の動画ではハイブランド購入品紹介や Vlog などの動画を毎日投稿していて、平日は16時、土日祝日は朝8時に動画を投稿しているので、この動画が少しでもいいと思っていただけていたら、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録、そしてグッドボタンの方もよろしくお願いします。ちょっとね、今回は1点ということで、少なめの購入品紹介にはなったんですけど、こんな感じになっています。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。